オールドメディアっていうのは、若い人に対する訴求力っていうのはあの強くないから、メディア感覚差みたいなのが出てきてるかもしれない。うん、で、なんかその、若い人がいくらいろんな情報を得て、こうした方がいいよね、例えば難民も受け入れた方がいいよねっていくら言って、なんかデモをしてる人とかもたまに入管の前とかでてるじゃないですか。 でも、世界は、その日本の社会っていうのは、なんか、テレビを見てる高齢者の方々が物事を決めるから、外国人なんか別にどうでもよくねとか、外国人難民入れなくて、日本って平和なものだから、そんなのやっぱいらないよね。治安悪くなるかもしれないし、みたいなのが、その政治の物事を決める基礎としての国民の大多数の意見になっちゃうじゃないですか。うん、これって、もうなんか構造上どうしようもないんですかね。 まあゆっくり年変えていくしかないですよね。だって、今、入管とおっしゃったけど、まず難民受けるかどうかというと、以前に入管ってすっごいだめなんで、日本の、これね、<laughs> 20年ぐらい前から言い続けたんだけど、うん、一向に変わらないですね、日本の入管の悪さっていうのは。あれって、その入管の悪さって、入管の,その職員の悪さというよりも、そういうルールでやりますっていう、その厚労省、外務省、あれ、外務省になるんですか、入管って。 税関は財務省。ああだそこの結局、役所のルールをどう決めるかだから、その入管の職員同行というより多分政治の側の話な法務省なんだ。だその法務省、法務大臣がじゃあ、それをどうするかっていうところで、はい、なんだろう、チャンネル登録とか、高評価するの、本当やめてもらっていいですかね。いやいや黒雪、嘘つくのやめてもらっていいですか。